皆さん、アロハ。本日のトワイライトパーティーへようこそ。こちらのパーティーは私たちフラガールとこちらにいるココ姉さんで、明るく楽しく明日も元気になれるような希望あふれる元気いっぱいのショーをお届けします。まずは1曲目、世界はあなたに笑いかけている、ご覧いただきましたが、皆さんいかがでしたか？ありがとうございます。お昼や夜のトリネシアンショーとは少し違ったフラガールの姿をお楽しみいただけたのではないでしょうか。実はね、舞台裏でココ姉さんノリノリで踊ってたんだよね。ココンココン、ここで踊ってるダンサーよりも激しく元気に踊ってたんじゃないですか。ココやん、ダンサーにも負けないぐらいノリノリのココ姉さんにも注目していただきたいんですけども、まあ、でも私たちは今日は盛り上げ隊長ということで、たくさんダンサーの魅力を皆さんにお伝えしていきたいと思っております。そして先ほど皆さんのお席の近くにフラガール遊び人で少しドキドキされた方いらっしゃったのではないでしょうか。もしかしたらこの後も皆さんのお席の近くに遊びに行くかもしれないので、その際は恥ずかしがらず笑顔でアイコンタクトなどをして盛り上がっていただければ嬉しいです。そしてショーの中では本日出演しているダンサーの中から1名ピックアップダンサーを紹介させていただくコーナーがあります。ちなみに先ほどご覧いただいた世界はあなたに笑いかけているの最後のポーズ、皆さんダンサーどんなポーズしてたか覚えてますか？今日はとっても可愛らしい、はい、ありがとうございます、ハートのポーズをしていますが、実は今日はその登場してくれるピックアップダンサーの子が考えてくれたみたいですよ。そんな可愛らしいポーズを考えてくれる今日のピックアップダンサー誰なのか、皆さん楽しみに待っててくださいね。そしてこちらのパーティーは私たちの力だけでは完成いたしません。皆さんもお手伝いをお願いします。大きな拍手、そして手拍子などでこちらのパーティー一緒に盛り上がっていただければ嬉しいです。ではそろそろ本日のピックアップダンサーに登場してもらいましょう。ココネさん、お手伝いお願いします。ココやん、今日は誰が登場してくれるのかな。大丈夫？それでは皆さん早速大きな拍手でお迎えください。お願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、ココネさんお手伝いありがとう、また後でね。コココ、では早速自己紹介の方お願いします。本日ピックアップダンサーを務めさせていただきます56期生の藤川優と申します。
よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ちょっと緊張してますか？そうですね、久しぶりのマイクは許さないでください、ね、しっかり持ってお話ししてください。はい、はい、では早速2人でお話ししていきたいと思うんですけど、はい、最近こう暑い季節にもなってきたので旅行に行きたいなーなんて私思ってるんですけども、藤川さん以前旅行に行ったんですよね？そうなんです、最近少し前なんですけど3月に大阪に初めて旅行に行きました。だいぶちょっと経ってはしまいましたがだいぶ経ってしまいましたが、はい、初めて行った。そうな、高校2年生の時の修学旅行で結構何日もある中で少しだけ大阪に寄ることがあったんですけど、その頃その修学旅行の中ではちょっと満喫できていなかったので、1日じゃちょっと足りないですね。そうなんです。なので今回は2日間かけて大阪を、ちょっと用事があったので4時と大阪観光をもう思いっきり楽しみたいと思って、もうザ大阪を巡りました。で食べ歩きをしたんですけど落ち着いてください、大丈夫ですか？はい、皆さん優しく見守っててあげてくださいね。そのザ大阪っていう食べ歩き、こう何個か想像皆さんもねできると思うんですけど、じゃあちょっと想像しててくださいね。何を食べましたか？じゃあちょっとお雑煮に行ったことある方は、あの道を想像しながら聞いていただきたいと思います。まず、あの有名な何店舗もあるラーメン屋さんに行って初めて、はいはいはい、私は想像できてます、はい、想像できてる方もいらっしゃるのではないでしょうか、はい、あのね、素朴な感じの。そうなんです、自分で少し薬味をトッピングしたりとかしてとても美味しかったんですけど、はい、じゃあラーメン食べました。ラーメン屋さんと、あと少しちょっと離れたところで、あの有名おじさんのチーズケーキを買って、はい、ね、ちょっと気がするんですけど、まあそこまで美味しいです。はい、はい、2つ目美味しかったです。はい、あとはいろいろ食べたんですけど、お願いしてください。では一番お話ししたかったのがたこ焼きの話で、たこ焼きがもういろんなお店が、行ったことある方ならわかると思うんですけど、もう 何種類もいろんなお店がたこ焼き屋さんやってて、で私は2日間かけてそれを4店舗回って、で2種類頼んで食べたり、あとはこういろんな味が入ってるセットとかもあるんですけど、2日間でなんと9種類たこ焼きを食べました。9種類のたこ焼き食べて飽きないんですか？はい、飽きなかったです。もうお店によっても全然味が違ったり、あと食感が結構違ったりで、一番お気に入りになったのが、あの丸ごとイイバコってちっちゃいこのぐらいのタコが、もう丸ごと頭から足まで入ってるたこ焼き屋さんのたこ焼き でそれにソースとかマヨネーズとかをかけずに、あの岩塩でいただくっていうのが、おしゃれですね。はい、なんか期間限定の味だったんですけど、すごいお出汁の、たこ焼きのお出汁の味と、もうその岩塩の味とタコで、シンプルな、はい、もうそれがもう一番衝撃で一番美味しすぎて、なかなか挑戦しようって思う組み合わせじゃないからこその衝撃もあったんじゃないですか？はい、それでそのハマってしまったので、帰ってからあの自宅にあるたこ焼き器でもやろうって思って、スーパーであのピンクの岩塩買ってきて、でいつもだったらあのたこ焼き粉って売ってるじゃないですか、簡単にできるやつ、それをいつも使ってたんですけど、その大阪のお出汁の味が忘れられなくて、ネットでたくさん調べて、その小麦粉とお出汁とで一から作ってみたんですけど、それが塩に合って美味しかったので、皆さんにはぜひやっていただきたいなって思いました。皆さんお家帰ったらやってくださいね、はい、っていう意味のことですかね。はい、で確かに藤川さん前もここでお話ししてくださったんですけど、美味しいと思ったものは結構自宅で挑戦するパターン多いんですよ、ね、はい、でもそんだけ美味しいものに出会えるのもグルメ通ならではの気もするんですけど。そうですね、食べるのが大好きです。食べるのが大好きです、すごい可愛く可愛く言ってくれて
くれてありがとうございます。ちなみになんか今度違うところにも旅行に行くんですみたいなお話も聞いたんですけど。あ、そうなんです。皆さんにもぜひおすすめの場所とかがあったら教えていただきたいと思うんですけど、人生で初めて行くんですけど長崎県に行こうと思っているので、すごい、そこでおすすめのものがあればぜひ私に教えてください。皆さんも調べてないご存知の方はぜひ藤川さんに教えてあげてください、はい、そして帰ってきたら私にも教えてもらっていいですか、はい、九州はまだ未開拓なので。はい、分かりました。ちゃんと調べて、はい、紙に書いて、はい、わしさん、分かりましたよって持ってきてくれたら嬉しいです。はい、ぜひピックアップにの機会があったらそこでも話して、そうじゃなくても話してくれると思います。私たちはお話する機会があるので、皆さんと共有も含めて今度また話せる日を楽しみにしておきましょう、はい、少し先なんですけど。そうですね。今日は藤川優さんにお話ししてもらいました。ありがとうございます。ありがとうございました。暖かい時期になるとね、皆さん旅行にも行きたくなると思いますが、ここハワイアンズも皆様にはとっておきの旅行スポットだと思います。私たちも精一杯皆様のお楽しみを盛り上げていきたいと思います。それでは引き続きトワイライトパーティーお楽しみください。
明日があるさです。皆さんも一緒に手拍子をお願いします。私もとっても楽しみにしております。そして7月の中旬からはサーカスがまたハワイアンズで見れるということで、春休みに以前サーカスをここでパフォーマンスしてもらってたんですけど、きっとさらにねレベルアップしたパフォーマンスを見せてくれるのではないかなと私もとても期待しているんですけども、私たちフラガールのね一大イベントといえばあれしかないよね。私たちの新しい仲間がなんと7月7日にデビューすることが決まりました。今私たちは36名で活動しているんですけども、7月7日に新しく59期生が仲間入りして、こちらのダンシングチームを盛り上げてくれることになりました。きっとねドキドキで練習を頑張っていると思いますが、そんな新入生がデビューするショーが現在公演しております夜のグランドポリネシアンショー虹マナオアロハになります。もうご覧になられ方見たことあるよっていう方は手を挙げて教えていただければ嬉しいなと思います。お、たくさんの方見に来てくださってますね、ありがとうございます。こちら4月にリニューアルしたばかりのショーにはなっているんですけども、タイトルの通り虹ということで自然がたくさんテーマになったショーになっています。今ねここねさんもハンドモーションで虹をやってくれたのかな、かかやん。なんとフラダンスにはハンドモーションといってね、手話のように説明、踊りをこう表現しているものがあるんですけど、虹を表現してくれたんだよね。はい、この虹の振り付けもそうなんですけど、ハワイの自然にまつわるハンドモーションたくさん出てきます。そして衣装であったりプロジェクションマッピングなんかにもたくさん自然登場してきますので、ぜひ注目してお楽しみいただければ嬉しいなと思います。ただ私とここ姉さんだけで魅力を説明するのはちょっともったいないので、ここからは本日のピックアップダンサー藤川英さんにもう一度登場してもらって、こちらの夜のショーの見どころを聞いていきたいと思います。
ここねさん、お手伝いお願いします。さあ、ゆいさんの準備はどうかな。大丈夫ですか。ちょっとなんか声が聞こえましたか。では呼んでみたいと思います。ゆいさん、はい、お願いします。はい、ここねさんとお揃いの衣装で登場してくれました。大丈夫。ここねさんとフラガールが同じ衣装で登場するのはこのショーだけなんだよね。ではせっかくですので、可愛い2人を皆さん可愛く撮ってあげてください。シャッターチャンスです。お願いします。はい、じゃあ今度ここねさん呼ばれてるから右側見ようかな。2人とも右側向いてください。はい、では今度反対向きましょう。左側向いてください。はい、では最後正面戻って2人で可愛く、はい、ポーズ。はい、皆さん可愛く撮れましたか。はい、ありがとうございます。ここねさん、お手伝いありがとうね。ありがとう。じゃあまた後でね。こっこか。はい、ではゆいさんの夜ショーの見どころを教えてください。はい、私が注目していただきたいのはナーラーロハという演目になります。この演目はカヒコというジャンルの演目になっているんですけれども、以前からショーをご覧になられていた方はこうカヒコって聞くと、私もそうだったんですけど、こう祈りの強い気持ちとかが表されているものが多くて、こう笑顔、フラガールといえばいつも笑顔だと思うんですけど、それとはちょっと違うような、その何でしょう、表情を見れるのがカヒコの特徴でしたよね。はい、だったんですけど、ありがとうございます、すいませんなんですけど、今回のナーラーロハという演目はすごい豊かな自然を歌っている演目になっているので、今までのカヒコとは少し違う表情で、少し微笑みというか歯を出さずに笑顔で踊っているので、そこの表現の違いとかも注目していただきながら見ていただきたいなと思っています。はい、ありがとうございます。だいぶ今日緊張してますか。大丈夫ですか。大丈夫です。ありがとうございます。このショーのナーラーロハは始まってすぐ黄色い衣装でたくさんのダンサーが登場する曲になっているんですけども、はい、確かに本当にカヒコというと私たちもこう顔、笑顔を消して真顔で踊ってるイメージが強かったんですけど、この曲は微笑みを踊ってくださいねって言われて、はい、ある意味それがちょっと難しかったりもしたんですけど、はい、そんな私たちの新しい挑戦も注目していただきながら本日の夜ショーをお楽しみいただければと思います。はい、それでは本日のピックアップダンサー藤川優さんでした。もう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。本日のグランドポリネシアンショーは20時30分からの公演となっております。皆さんぜひご覧ください。それではこちらのトワイライトパーティー、そろそろエンディングのお時間が近づいてまいりました。皆様にとって明日もきっといい日になりますように。明日はきっといい、くたびれた顔で電車の
ぜひ可愛らしいここ姉さんにも、そして私たちフラガールにも会いに来ていただければ